段取りが下手っていうか。そんなことなさそうよ。いやもうこれもすごく手間がかかって、うん、やり直しが結構多くて。なんかまあ、あの、というか、ジャケットもアーティスティックでいい感じですよ。これよく見たらなんか果物かなと思ったし、でも風船ですねこれ。これねもう2015年の時の映像のインスタレーションの時の写真ですよね。だからあの今回はあの2015年から2018年までの映像インスタレーションの、まあ、音楽を集めたっていうアルバムなんで、ああ2015年から今までの映像の中、映像とともに、その作曲された音楽が、そうですね、作曲っていうほどではないんですけども、うん、2014年からですね、うんうん、なので18年ですから、まあ、4、5年分ということですね。そうですね、だいたいそれをまあ、収録してあって、うん、あ、そうですか。だからそんなにでほとんどソロっていうかご自分で作られたやつ。そうですね、あのいわゆる何ちゅうかこうあのバンドとかデュオとかそんなんじゃなくて。あ、ではないですね。勝手に作って勝手にリリースしてるんで、だから一人でやってるんで。あ、これどうぞ。ありがとうございます、はい、やっぱりこう失敗とかね、はい、やっぱり何ていうかあの音楽的にも、うん、デザイン的にもいろいろとやり直しがあったりとか、うん、してね、大変なんですよ、はい、これが美味しかったですか。あ、いただきます。これね、なんかもうこれもいただいたもんですけど、なんかあの市町村会館ってことですか。いや、わかんないです。あの川が流れとって、あそこに橋かかってますよね、うん、国道23号線。通せ橋、はい、津駅の方から来たら、それを右の方へすぐ折れたら、うんうんうん、こっちが、はい、川沿いにずっと道があるじゃないですか。まだ例の場所ですね。何でした、例の。あのこの前水難事故の話してましたよ。あ、そうです、そうです。それはまあ海の方へ曲がるんですけど。ああ、そうなんですか。反対の方へ、ああ逆の方ですね。逆の方、警察の方ですね。 本部の本庁というか何ですか。あ、それの対岸です。ああ、はい、対岸なんだ。対岸、そこのところにあるあの洋菓子屋さんですよ。ええ、そんなところに洋菓子屋さんあったの。あ、で、美味しい。あ、美味しいです。レガーロってイタリアンのお店があるんですけど、うん、そこのシェフはなんかここでばっかし買ってる。洋菓子屋ってあそこやみたいなこと言ってますけどね。あ、あのよく行かれるイタリアンのお店のシェフが。はい、へえ、そうなんだ。そこはまあ、あれから行ってないな。こんなんなんちゅうの、焼き菓子ですけど、うん、普通のケーキがメインやと思いますけど、うん、これいただいて食べたらすごい美味しいんで、うん、これいいなと思います。ケーキもあるんですか。ケーキあります。へえ、そんなんだ、知らなかった。全然そのことは分かってないんですけど、この前の収録のやつ聞きました、はい、YouTube まだあの向こうの館長さんのとこへあの僕のパソコンが言っとって。あ、そうですか。聞けてなくて、で、マサさん、あんた聞かれましたかって言ったら、今日聞いたら、うん、あの聞いてますとか聞いたとかって言って、うん、初め何分と次何分と2つに分かれててとかって言って、そう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 、それで館長さんに会ったっていう話を多分入ってると思うんですよ。それで何か長いのは80分ぐらいあるとかって言って。そうです。そうですね。だって結構あれ2時間以上いたでしょ、ここに。そうです。初めは別れてなかったですか。うん。だから初めからそういうずっと、もうなんでかっていうとね、あんまり長いとね、うん、あの編集がちょっと難しいんですよ。聞いてるのも疲れますよね。まあでも一応前半と後半と分けて
分けたつもりなんですけど、なんか前半何分と後半80分みたいなそんな感じで、そう、はい、で何かその、 あの鈴木さんが、はい、こう生まれる前の世界と、うん、その死後の世界の話を、うんうん、したいって言って終わったんですよ。ああそうですね、なんかそれ言ってました。でそこであのそういった創作活動とかにも関連してくるじゃないですかって話をって、うん、僕はいやいやそんなことないですよって言って終わったんですけど、でもよく考えたらやっぱり関係はありますよね、うん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 、それがやっぱり最もメインなのかもしれないぐらい、うんうん、鳩さんもそうやって言ってました。へなんか最後がその要するにこの 体内というか体、はいね、はい、子宮の中の話と死後の世界みたいな、そういうところで終わって、で鈴木さんが次はそのテーマでお話いかがですかみたいなことを言っておられました。全部聞かれたんだ。いや恥ずかしいな、うん、そう言ってましたよ。 ありがとうございます。で、まあ、僕が今日言うたのはその大岡さんは相対的なというかあの、まあ、その生まれる前の話と死後の世界というそういうあの相対的なことの、 あの、うん、ことに詳しそうやという話してたんです。なんかまあ言われましたもんね、うん、詳しくこんなに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 いくつか並べられましたもんね。なんかいろいろと前までは宗教とか、オカルトとか、そういうところの分野でしか説明ができなかったんですよね、うん、だからやっぱり怪しいとかいう分野になっていくんですけども、うん、最近こうロボット工学とか脳科学とかがどんどん進んでいくことによって、やはりその自分たちがもし命がなくなった時に何かもう一つ、別の次元があるんではないかっていうことがなんか分かってきてはいるみたいです、ね、分かってきてます、なのでまあこう東洋医学の中でとかでは中医学とか漢方の世界なんですけども、うん、まあ全て陰と陽とかあるじゃないですか、うん、それが我々のこの生きている世界の中にね、極端に陰と陽があって、はい、でもうすぐ12月22日でしょ、冬至っていうの、はい、冬至あれがねいわゆる極陰になるのかな、え一番太陽の極め、うん、太陽の力が弱まる時期なんですよ、で22日から急にこう陽の世界になって、どんどん日の入りが早くなってくるというか、だからその12月22日っていうのが今、まあ、この時期ですよね、一番太陽が弱まる時期なんですけども、一応その1年の中でも陰と陽があって、で我々が生きてる世界が陽であり、で死後の世界が陰であるっていう考え方もあるんですよね。まあなんか感覚的にはそう思いますね、だからそう考えたら、あ、陰の世界もあるんだなというような、そうですね、これはもう中国のまあ、陰陽論、陰陽五行論、中医学とかの中にもそういった理論がありますね。今日もあれ服部さんと話してて、服部さんだったか他の人かちょっと忘れましたけど、あと何だったっけ、まあその引き潮の時とか、そうだね、潮が満ちてくる時とかの、その満潮干潮、で起こる現象とか、そうですね、生まれてくる時はね、あの何でしたっけ、満潮でしたっけ、満潮の時とかでね、こう引き潮の時には亡くなっていくっていう人も、それは確かにそうですよね、ですよね、僕もあのまあ身内中か近い人が亡くなったりした時に、あのこの干潮だったんかな、どんな状態やったんか思って、ちょうど潮の満ち引きのカレンダーとかうちにあるんですけども、やっぱり時間帯とか調べていくとそういう傾向にはありますよね、まあだからそれはまああの
なんか不思議な話じゃなくて、まあ、なんか科学的にも引力の関係とかで、あの割り切れるものなのかもしれないけれども、ね、しかしそれにしてもややっぱ不思議ですね。ですよね、うん、だからこう我々が生きている世界が例えば陽とすれば、こう陰の力がないとやっぱり陽は成り立たないっていう、うん、陰がなきゃ陽が成り立たんっていうことですね。そうそうそう、もしくは陽がなければ陰は成り立たないんで、うんうん、やっぱり我々が存在している世界と肉体を持っていない世界っていうのがやっぱりあるんではないかっていうのがやっぱ今までの考え方なんですね。そうですね、うん、そうそう、だからそれだけとっても面白いね。ですよね、うん、あとやっぱり僕らの知り合いなんかでやっぱ産婦人科で働いてたスタッフとかの話を聞くと、やっぱりこう生まれてくる時に何かと選んでくるとかね、お母さんを選んできたりとか、お母さんを選んでくるとか、何かそういった記憶を持った赤ちゃんがやっぱりおるっていう話を聞きますね。あ、そうですか。で、何かこの前久々にお会いした30年ぶりぐらいに同級生と会ったんですよ、うん、でその、まあ、彼女、まあ、女の方なんですけどね、うん、その人は産婦人科にいて、でそこで働いたのが、まあ、十数年働いて、で次にね葬儀場で働いたんですよ、うん、セレモニー、うん、でそこで働いて、そのやっぱり生まれてくるところの部分での仕事と亡くなるところの部分の仕事をやっぱり両方やったんですって、うんうん、でやっぱりそういう経験すると、うん、何かやっぱりあちらの世界が見えてくるというか、うんうん、でその産婦人科の時 の, あの、まあ、クライアントさんというか、まあね、あの患者さんというか、うん、患者さんって読むか、まあ、うん、お母さん、うんとかその子供との接することによって、はい、やっぱり生まれてくる前になんか1歳ぐらいまでは記憶があるんかな、2歳か1歳か、はいはいはい、でやっぱりあの世でこういっぱい箱があるんですって、うん、でそれを好きなのを選べって言って、うん、それを選ぶとか、うん、でその選んだものが自分の母親とか家族とか、うんうん、そういうところに生まれてきたよっていう記憶とか、うんうんうん、あと向こうの世界ではみんなこう手を合わせてたとかね、ああそういった話もよく聞きますよね、うんうん、やっぱり輪廻転生というかそういうものはあるのかなあと思う、ね、ただやっぱり僕らなんかも全く記憶ないからね、うん、だから記憶は多分こう消すようなっていうか消去できるようなプログラムになってると思うんですよね。ああだって忘れてないことってあったら嫌じゃないですか、もうどんどん溜まっていくだけで、ね、うん、やっぱりストレスになるし、うんうん、でやっぱちゃんとこうね忘れるようなプログラムで生まれてきて、うんうん、でまた新しく生まれ変わってくるってこう再起動していくというかさ、うん、消去してまたっていうのが繰り返されているかもわかんないですよね、うん、なんか時間の本読むと、まあ、要するにそのあの生まれて、はい、あのうん、生まれて成熟して、うん、でその、衰退して、うん、亡くなると、うん、あと時間軸はこちらの過去の方から、うん、今を通って、これから先へ流れていくというふうな、まあ、そういう方向の時間軸と違うかという人もおれば、うん、そうじゃなくて未来というのは向こうの方にあってですね、そちら未来の方から時間があの今のと こちらへ流れてきて今を通って今までへ流れていくと、うん、まあ、そういう反対の時間軸を言う人がおると、珍しいですね、で結局さけどいろいろ考えるとその時間というものはこう連関してて輪っかループになってて、うんうんうん、というふうに考えるとその両方があの、まあ、矛盾が起きないと、こうぐるぐる回っとって、これからから今今から過去みたいなことでぐる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 回っとるんであれば、その問題は解決できて、うんうん、でこれっていうのはすなわちこの
輪廻転生しとるんやという、うん、そんなようなことが書いてありましたけどね。なるほど、うん、あれですね、あの多分螺旋だと思うんですよ。あ、螺旋、うん、螺旋がこうぐる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 と上昇していく感覚かな、うんうんうん、だからやっぱりこう地球のね、うん、歴史も繰り返してるじゃないですか、うん、まあまあ、地球温暖化って言われてますけども、うん、過去にもあって、うん、で人間だけはね、うん、まあ、こうやって進化はしていくんですけども、うん、でも何か我々があの人類だって言いますけども、うん、やっぱ過去にまたまた別の人類が何回かあって、うん、でまあ分かんないですよ、地球が一回ゼロになって滅亡して、うん、またこう生命が育まれて、うんうん、でどんどんまた新しい人類がっていうような、うんうん、考え方もありますよね、うん、あのノアの箱舟なんかはそうですよね、うん、旧約聖書の、うんうん、なので昔の古代のいろんな書物を読んでるとなんか150歳とか200歳とか300歳とか出てきますよね、うん、あれは、うん、まあ多分歴の違いやと思うんやけど、ノアの箱舟なんか120、30年かかったって言いますもんね、つくのに、うんうん、でノアがもう100歳超えてたんやったかな、うん、でしょうね、うん、で、うん、まあで日本でも神武天皇とかでもね、うん、なんか何歳やったかね、結構長生きというか、うん、してるという、まあやっぱりそうですね、旧約聖書でダビデ王とかそんなの出てくるともう、700歳とかとんでもないあの、うん、を生きたとか書いてありますもんね。だからどこでこう数えてるのかカウントされてるのか分かんないですけども、うん、あでも一つ言えるのはなんかね、ユダヤ歴とモーセ歴っていうのがあるらしくって、モーセ、モーセ、モーゼ、モーゼ、だから我々クリスマスなんかでもこれはユダヤ歴らしくって、うん、あ日没が一日の終わりやったんですって。まあ、まあそうでしょうね、うん、なのでクリスマスイブとクリスマスって我々2日間あるじゃないですか、はいはい、24、25、で本当は、日没してからクリスマスイブで、はい、降ってから、うんうん、でそのまま朝が来て、朝が来てクリスマス、クリスマスな、クリスマスなんですよね、うん、多分、いや違う違う、ごめん、ね、イブがだから日没となってで、うん、で次の日の夕方の日没からクリスマスになるんだ。ああそういうこと、ね、だから1日で2日分のクリスマスになるんだけども、うんね、うん、我々は12時夜中の、ね、うん、カウントになっちゃってる。カウントっておかしいな、うん、まあ、うん、そこが軸になってるんで、クリスマスが2日になっちゃってるというか、うん、だから本当1日で終わる、うん、まあ誕生日のね、うん、セレモニーというか、だったらしいです。あ、うんうん、でまたそれに加えてユダヤ歴とかモーセ歴とかがあって、うん、やっぱりそれに合わせていくともっといろいろなこういう太陽歴とのズレがやっぱり起きてくるらしくて、うんうんうん、そうそう、なんかキリストの誕生日がいつだったかな、4月7日やとか、ああで釈迦が亡くなったんで4月8日やね、ね、8日か9日ですもん、うん、ええ、だからすごい近いところで、うん、亡くなって、うん、みたいな話をなんか聞いたことあるんですね、まあでもとにかくその亡くなったらどうなるかっていうところで、はい、昔あの僕ちょっと身近な方が亡くなった時にいろいろとこう本を読んだことがあって、エリザベス・キューブラ・ロスさんっていう、誰ですか、それは精神科医の女性の方でね、アメリカやったかな、まあ、その人の本を読んだ時にね、その人もでも結構年取っとったのかな、結構年配だったと思うんですけどね、エリザベス・キューブラ・ロスいう方で、うん、精神科医の先生で、うん、ちょっとあのハンデのある病気の子供たちを
まあ臨床してたというか、ね、うんうん、でやっぱその子たちがもう亡くなっていく姿をずっとこう臨床してて、うん、でやっぱりこう死にかけてる時の話を聞くと、うん、あちらに自分の部屋が用意されてるとか、うんうん、で足が不自由な子供なんかは、うん、あちらの世界ではもう歩けるから心配ないとか言ったりとかするとかね、うん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 、何かやっぱりそういったことを言うことが多いんですって。だからエリザベス・キューブラロスは あちらの世界はやっぱり存在するっていう話をやっぱり結構定義づけてますよね。僕もやっぱりなんか年とともに、なんていうかそういう科学的なものとか、うん、じゃなくて、はい、それのまあ反対のところにある、そういう死後の世界とかね、はいはいはい、なんかやっぱりあるんじゃないかとか、あるいは神とかそういうものの存在というふうなものがどうもありそうやと、ね、ありそうですよね、うん、だからまあああいう聖書の創世記のね、話で、初めはまあ混沌としたもの、はいはい、状況の中から、はい、なんか海ができて陸ができてみたいな、はいはいはい、そんな話とか あるいはその、まあ、仏教でもそれに仏教か神話の世界かそれに近いようなことありますね。いやでも日本神道ってね、うん、全く同じなんですよ。よく似てますね。ええ、うん、雨の水中の神、うん、神結び高見結びっていうこう三神がいて、うん、で宇宙を運営してるんですけどね、うん、でそれの三神がやっぱ宇宙を作ったと同時に姿を消すんですよね、うんうん、でそれからまあなんていうかこうことあたあことあまつかみって言ってね、うん、あなんだっけな、いろいろ出てくるんですよ、うん、国と子たちの神とか、うんうん、役割がいっぱいあって重力を役、うん、ね作ったりとか、うん、でそれからこうなんていうかこうマグマのようなね、うん、のを作った混沌とした世界っておっしゃったけど、うんうん、まあ、聖書とよく似たようなことをね、うん、日本神道の中でもそうですね、同じことをよく言ってます、うんうん、神道の中でどう表現されているかというのは、まあ、先ほどの話にはあって、まあ、まだ全体よく理解できませんけど、何か何とかの雫があの島になったとか、そう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 、なんかそんなようなのを、うん、聞いたような、そうですよね、イザナミイザナギの話とか、あ、そういうことでしょうね、うんうん、なんかね、うん、あの世界ってちょっと卑猥なんですけどね。お、あ、そうですかね。なんかこうほら歩行とか言うじゃないですか。ああ歩行を使ってとか、はい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 、でまあ天皇とかでも鎮和とか言うじゃないですか。あ、鎮中、うん、うん、まあそうか、鎮と歩行とかね。ああ、鎮と歩行、ね、ちょっとこう昔の何なんだろうなあれ、うん、そういったニュアンスが、ああ、うん、出てくるよね、うん、だからよく神社とかでの祭りなんかでも意外とこう青森の方でもね、はい、ラッセラッセとかいう掛け声とかでも、はい、あれはもう完全ナンパの言葉らしくて、うん、女性をこう誘う、あ、うん、祭りってだいたいそういうの多いですよね。なんかね、うん、そうですよね。現実にでも祭りの夜にとかお盆踊りの、うん、その朝まで、踊ったり、うん、そういう中でなんか、男と女が結ばれやすい、そうそう、やっぱりというか、うん、現実にもありますもんね。そうそう、だからやっぱり昔の宗教、まあ、神道なんかでもやっぱり断魂信仰っていうのがやっぱりあって、うん、やっぱ古い神社に行けば行くほど、うん、やっぱりさっき言ったこうね、うん、穴があってそこに棒があってみたいなさ、うんうん、それがご神体になってるっていうことは多いですね、うんうん、でもそれはやっぱり子孫繁栄であり、うん、ね、うん、それが一番のなんていうか
恵みであるというかね、うんうん、子供ができるってことは、うん、それは非常に重要だったんですよね、うん、こう民族学的に、うん、我々の価値観で、ね、子供が生まれることよりも、ね、うん、何か今楽しいことがたくさんあるから、うん、あの子供の命を犠牲にして自分の好きなことを、ね、うん、優先してしまって、うん、ね、赤ちゃん掘ったりとか、うん、ね、殺してしまったりとかするケースが多いけども、うん、やっぱ昔の時代からは考えたら考えられないことですよね。そう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 、ね、うん、徹子の部屋にそのソプラノのちょっとぽっちゃりした感じの女性の方がゲストに出てて、でどうもその方が自分の友達が亡くなってその人と会話をしたっていうことをね、ゲストで言ってたんですよ。で黒柳さんがそれどういうことって質問をして、でどうもその歌手の人の友達がまあ、若くして急に亡くなったんだって、うん、でそれで、その方と友達がもうおい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 泣いて、うん、でなんでやろうなんでやろうってずっとこう考えてた時にたまたま夜、うん、なんかガスストーブをつけっぱなしで、うん、その方が寝たんかな、うん、なんでちょっと息苦しくなってあっと目が覚めてガスを消してストーブを、うん、でパッとこう起きたら、うん、蛍光灯がついてるんですけども、うん、その亡くなった方が立ってたんです、うんうん、でごめんねって言って、うんうん、心配かけてって言ってきたもんで、うん、あんたどうしたのって言ってなんで出てこれんのって言ったら、うん、これもなんかこう向こうの世界でくじが当たったのよって言ってえくじって何って言ったら、うん、なんか抽選でそういう会えるような条件みたいなのがあるらしくって、うん、で幽霊とかになってくるとちょっと驚々しい感じじゃないですか、うん、なんかこうふわーっと出てきて、うん、まあね、裏飯屋みたいな、うん、そうじゃなくてすっごい明るいんですって。明るい、うん、でもうね私は寿命だったのよ実は、うん、だからねあなたたち悲しまないでって、うん、でその友達にもねもうすごく悲しんでるから言っといてって言って、うん、でなんでそんな悲しんでるとか分かるのって言ったら、まあ、私はそういうの分かる見えるのよって言って、うん、でこの前あなたたち2人がどっかのホテルのレストランでいた時にコーヒーおかわりって言ったでしょって言ってでその時にウエーターが間違えてそのコーヒーを水を飲むコップに入れたことあったでしょ、うん、って あったあったって、うん、あれ私見てたのよとか言ってさ、うん、とか言って、うん、でそのソプラノ歌手の人はそこで質問するわけいっぱい、うん、でその質問をさメモ書きを、うん、こうティッシュペーパーのところにボールペンで全部書いてあるんですよ、うん、でそれも一応徹子の部屋に持ってきとって、うん、こんな感じでとか言ってさ、うん、でじゃあまず亡くなった時ってどんな感じなのって言ったら、うん、まず上の方から、うん、お疲れさんって聞こえたんです、うん、でってなって、うん、でまあ、あお疲れですっていう感じですごい、まあ、体はやっぱ軽いんですって、うん、だけどいっぱい人はそこに存在してるんやけども、うん、鏡がない世界というか自分の姿も見えないし人の世界人の姿も見えないんですって、うん、だけどもいっぱい人がいるんですって、うん、でそこでじゃあ なんでそこであなたはここに出られたのって言ったら私ねつってね合気道やってたでしょって言って、うん、で合気道やってたことによって何かこう、うん、鍛えられたのよねって言って、うん、丹田か分かんないですけどね、うんうん、でそれで何かこう抽選みたいなんで当たってやっとここに出られるような許可をもらったのよって思って、うん、でもまだこれ明るいのにそうやって姿が表せられるんだねって言って、うん、かなりのパワーがないと人の前には現れられないんだよみたいな話になってて、うんうん、で特に電磁波が、うん、存在するところの方が
出てこれやすいって言って、うん、言っとったんですね、うん、じゃあ飛行機の中なんかはどうなのって言ったら、うん、いっぺん今度試してみようかなっていう話をしてて、うん、でまあとパソコンとかやってると電磁波が結構あれなんで、うん、やっぱりそこで人の気配がしたりとかするケースってよくあったんで、うん、あそういうのもやっぱ電磁波のとこって出やすいんやなっていう、うんうん、僕もちょっと自分的には解釈をしたんですけど、うん、でなんせその人があまりにも明るいもんで、うん、こうどん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 こう話が進んでいったんですけども、うんまあ、でもとにかくそこで、まあ、徹子さんはさ黒柳さんも大笑いしてさ、うん、そんなに明るい人なのその人みたいなのになって、うん、そう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 。でもなんか僕それを聞いた時にね、うんまあ、もちろん仏教もそうなんですけど、うん、すごくこう現代的な解釈、うんあの世って一体何ってなったら、うん、実は天国があって地獄があって、うんね、そういうところがいいことをしたらそこになんか生きるんじゃないかっていうような、うんね、なんかこう教えがあったんですけど、うん、その話を聞くとあれって、うん、なんかすごいまた別次元別の世界があって、うん、そんな明るくいられるんだと、うんうんだからそこから生まれ変わっていくとかどういう生活をするかっていうことはまだそこまで聞いてはなかったんですけども、うん、一応そういったやり取りをね、うん、したっていう証拠のティッシュペーパーのこう箱を持ってね、うん言ってましたね。だから結構僕としては衝撃的で、うんまあ、自分のちょっとねあのパートナーが亡くなった時に、うん、ああそう考えるとあちらの世界でねえうん、ちゃんと存在してるんだなとか思って、うんうんまあ、それを信じるかどうかって分かんないんですけど、うん、でもなんか話聞いてると、普通の素人っておかしいな、まあ、一応プロの、ね、歌手なんですけども、うん、意外と真実味があるというか、そうだね、うん、だからなんていうかねちょっとそういう意味ではエリザベス・キューブラ・ロスさんとちょっと似てるところがあるんですよ、ねうん、ちゃんと自分が向こうの世界で存在してて、うん、自分の部屋も設けられてて、うん、存在してるっていうのがちょっと面白いなと思って、うんうん、だからあれ会社にいた頃でも、うんまあ、そういう死後の世界と特に関係あるかないか、まあ、こう旧三重会館っていうあの建物があったんですよ今のじゃなくて元の建て替えてますから。あ、そうなんですか。知らない？メリーさんがおるとこでしょ。そういた頃の建物。ああ、ちょっと古い。古い方の。ああ、僕知ってますよ。あそこのエレベーターはね。エレベーター？エレベーター。あ、ありましたね。結構大きくて、はい、遅いエレベーターだったんですよ。ゆっくり上がって知らんけど。うん、なんか耳耳鼻科に行った覚えがあります。3階にありましたよね、ええええ、歯医者とか耳鼻科とか耳鼻科はなんか一回見ました、まあ、見てもらいました。あ、そうですか、ちっちゃい頃。あでその昼休み外で食事をした女性が2人いて、はい、でまあ1時までに自分のその所属する場所へなるべく着きたいということで昼休みでしょ。昼休み、ええ、うん。そしたら一人男の人がスーッと入っていったと。そのエレベーターが、ね、エレベーターが開いて、うんうんうん、で「あー乗せて」っていうような感じでダーッと走って、はい、2人で、はい、乗ったらですねもうその自分ら2人でね、はい、入ってった男の人がいなかったっていうことがね、社内誌書いてまして、これは2人で証言できる不思議な話ですって言ってましたけど、なんかあれでかな、霊道みたいなとこなんですかね。霊道、霊道って言って霊の通り道みたいなのがあって、うんうん、これは僕の友達、僕の昔のバンドのメンバーのベースの子がね、寝てるところがちょうど白塚霊園があって、うんうん、その通りに、うん、そこをと自分のベッドの上を通っていくらしくってお、その話を聞きましたね。おこう、うん、あそう上をね、寝てると寝てるところ上をめっちゃ怖いなみたいな。
そういうのもあるかもしれませんね、うん、でも2人で見たっていうのはね、面白いですね、うん、2人で見た、ね、だから霊を見る方ってホルモンバランスが悪いっていうことも言えるんですよ、うん、統合失調症の人たちがやっぱり幻覚見たりとかするっていうのは、うん、やっぱりホルモン分泌の不安定なところ、うんうん、あとこう修行して、滝に打たれたりとか、うん、前言った山伏ですよね、うん、あと大峰さんとか、うんうん、まあ、ああいった修験とする人でも、うん、やっぱこう苦行することによってホルモンバランスがなんか著しく悪くなって、うん、それで何かこう仏とか、うん、神様とか、うん、霊的なものとかを見るっていうケースはあるらしいんですけど、その OL の2人がたまたまそうやったっていうのは若い女性ですから ね、 ね、不思議ですよね、未婚の元気のいい、でバタバタと走ってパッと乗り込んだら、その人に待ってとかって言って、のもふっと気がついたら自分ら2人だけで、その男の人もいなかった、うん、それ有名な話なんですか？っていうか、この社内誌って言って1ヶ月に1回、この社内の情報だとか、そんな、そういうふうなものを発行して、新聞、薄っぺらい雑誌のようなものですけど、ね、そんな、載ってたんですか？それに載せてました。へえ、怖っ、なんかそういうのがあるんだな、ということは、まあ、死後の世界もあるのかなと。まあそれはね、うん、まあ分かんないですけど、いやいや飛躍してますけれども、うん、そういう人がおるという見えるということは何かあるのかなと思いますけどね。だから前ちょっと僕が言った残留思念って言ってたじゃないですか、うん、こう想念が残るというか、うん、強いなんか思いがあったりとかすると、うん、まあ、いわゆる僕が思うには、まあ、コンピューターで例えるとバグなんですけど、うんうんうん、プログラムミスみたいなが起きるっていうか、うんうんうん、でこの前のあの小川のね、あの亡くなったあの子供たちも、うんうん、あれはだから戦時中あそこが防空壕がやっぱり釣ってなかったもんで、みんな海に逃げたんですよね、うん、でそこに爆弾落とされて、うん、あとはやっぱりいろいろ調べたんですよ、あの昔、うん、やっぱり焼くとこがなかったもんで、やっぱみんな海で焼きはったらしくてね、うんうんうん、で、まあ、この前の話は続きなんですけど、僕がやっぱり中学校卒業して高校行くと、あそこの地区の子供、あの生徒、あ、まあ、友達ができるわけですよ、うん、僕は維新伝なんですけどね、うん、でそうすると、まあ、みんな泊まりに行ったりするじゃないですか、遊びに泊まりに行ったりするでしょ、はいはい、あ、うん、なんかもうね、はいはい、お酒持ってタバコ吸ってみたいなさ、はいはい、若い時やで、で、まあ、僕はその時行かなかったんですけど、たまたまその海岸の方の家のところに泊まりに行ったら、なんか夜中に、まあ、みんなこう酒飲んで音楽聴いてさ、寝ようかって言った時に、うん、電気消して、はい、だからその友達のうちのね、うん、子が「おお張ってくんな」とかさ、うん、「向こう行け」って言ってんねやって、うん、で「なんか猫でもおんねやおんねやこいつ買っとんねやな」って踊ったんやで、うん、夜中に「張ってくんな」ってほしいなって言ってるんですって、うん、でまあええわと思って「あ猫買っとんねや」と思って朝なって「うん、おはよう」ってなって、うん、で昨日なんか猫飼っとんのかここって言ったらさ、うん、あーとか言ってさ、うん、いやまあええんやけどさって言って、え、何って言ったら、いやって言わない、言わないんです、言わないんですって、それ、うん、で、え、なんなんか誰か飼ってきたって何なんって言ったらさ、いやここねちょっとなんか昔いろいろあって、うん、まあゆうさんの事件かな、うんうん、で子供がね、いなんかこう布団に潜ってくるんです。おおおお、怖ーっと思って、うん、それめっちゃ怖いやんとか言って、うん、怖いね、もう言わんといてなこれっつって、うん、だからやっぱりあの辺はちょっとこう危険みたいな、うん、危険っておかしいな、まあいろいろあったとこなんかなみたいな、なるほど、でもそれも僕はなんか、うん、まあ防空壕がなかったでね、うん、なんか潜って逃げようっていうかさ、
だからそういった思念が残ってるのかなみたいな、うんうん、今しかしすぐその小説家の名前を覚え思い出せないけど、はい、遠藤周作と仲の良かった、あとその女性の女の小説書く人やけど、はいはい、私の遺言という本書いとんねんはね、はい、それにはその怪奇現象みたいな、その人が今までに会った怪奇現象を全部こと細かに書いとるんやもんね、遠藤周作は、その家がビチビチになり始めたとか、あ、そういうふうなことから始まって、そんなようあるわ、ようあるでしょ、ようある、ようあるね、あれはなんか僕は湿度とか、なんかこう温度とかじゃないかなって僕思ってるんやけど、うん、あ、ティッシュペーパー、あそこ、あ、僕は思うんですけどね、それはうちでも起こるんだ、うん、でもこの前さ、この前さ、鈴木さんさ、うん、お父さんが足引っ張られるって言ってたじゃないですか、あれ僕実は経験あるんですよ、あるか、あの、ね、経験がある、ええ、言わなかったんですけどこの前言ってなかった、この前お腹痛くて、うん、お腹痛いって感じだったもんで、もう話がちょっとこう、うん、あれやったんですけど、あの落ち着いて本当は話できなかったよね、あの時、そうで、たまに僕あのね、まれにですけど金縛りに遭うんですよ、うん、金縛りっていうのはもうこう身動きができん状況で起きようと思っても起きれないとか、なんかそんなような状況、そうそうそう、うん、たまにはあるんですよね、で、まあ、この前一番新しい金縛りがそうやったんですよ、もう左の足をこうグーッと引っ張っていくんですよ、うん、だけど、あ、またやなと思って、うん、全然怖くない、うんうん、でもなんかそれはなんなんやろな、ふざけてる感じもするし、別次元なんかもわからんし、さ、前言ってた足と手しか見えないっておっしゃってたじゃないですか、うん、向こうの世界は、うん、そういうこともあるんかなと思って、この前鈴木さんの話を聞いて自分だけでちょっとこう考えてたんですけどね、うんうん、いや別に夜中でもないし怖い話になってたやん、この今頃の時間でね、あのここに一つ部屋があって、でその隣に部屋があって、まあ要するにあの二つ部屋が続いとるわけやね、はい、で壁じゃなくて、まあ、壁もあるけれどもその入り口があって、はい、でここにテレビが一つ置いてあって、はい、でこちらにも置いてあって、はい、で家内はこちらの部屋で編み物をしたりしてるわけ、はいはい、でまあ、編み物してると、はいはい、でこちらのテレビが消えてて、はい、で僕もこの部屋へ行って家内と二人で、はい、あのこっちのテレビを見てたら、うん、こちらの消えとるテレビが突然パッとついて物を言い始めてね、ポルターガイストやほんで2人で顔を見合わせてね、えっとかっていうことになってね、なんか気持ち悪かったですよ、え、なんやこれみたいな、いや結構意外と説明できないことってありますからね、あるよね、うん、だからそれ5、6年前あったんです、まあそうですか、はい、まあ、僕あんまり言わないんですよ、そういうことあっても、うん、言わないね、友達とか、あ、例えば、まあ、仲のいい人でもね、あんまりそういった話しないですね、うん、なんでかというとね、変なやつと思われるからそれはそうだけどだから意外とこう誰かと一緒におってもあれ、なんかちょっとあれやなって思っても怖がるから言わないですね、うん、怖がるよね、みんな、うん、僕のいくつか不思議な話を、はい、4つ5つあるけど、それを喋ると途中でみんな怖いでやめてくれって言うもん、ね、あ、ほんまですか、やめとこうか言うよ、うん、いや、あのでも本当にね、僕も今はあんまりないんですよ、昔は結構ありましたね、なんか特定の女の子がうちに遊びに来るとあのライトのこうカバーが落ちてくるんですよ、で一回追ってきて、なんで落ちてきたのかなと思って、で昔こうはめ直しますよね、でその子はびっくりしてるんだけど、あのあ、こういうこともあるんだなみたいな、うん、
普通にね、そんな霊とか関係なし、うん、で2回目来た時にまた掘ってきたもんで、うん、この部屋は私のこと嫌いなんかなって言い出したもんで、うん、いやそんなことないよとか言ってこのちゃんと抱きしめてなかったかなって、うん、そういうことがやっぱり起きたりとかありますよね、うん、まあでも怖い話じゃないじゃないですか。今ちょっと話が脱線していきましたけども、うん、こう生まれる前の話と亡くなった、世界は存在するかっていうことですよね。だから会社にいた頃の話で、女性の社員の人、まあもう結婚しててお母さんで子供が男の子が一人あって、うん、でその男の子はそういうそのものがね、うん、すごく見えるっていうんですよ、うん、でこうあの車で走っててもあそこに人が立ってるとかね、そういう人いっぱいいますよね、はい、今結構増えてますよそういう人。あ、そうですか。なんかわかんないですけどね。それがまあその岩田国道の岩田町っていうとこやな、あの角のところで今もうないですけど八百屋さんがあって、うん、その八百屋さんの娘さんの子供なんですよ、ね、すごい真面目な人で、あそんな作り話を言うような人ではないんですよ。これね、だからさっき言ったこの統合失調症の方もそうなんですよ。見えない人と話したりとか、うん、まあもちろん宇宙人とかね、うん、そういうのもあったりとか、うん、何かね、さっき言ったようにこうホルモンバランスではないか、うん、そうするとこう神経の何かのこう不具合によって、うん、なんか違う世界とチャンネルしたりとか、うん、違う次元とね、なんかコミュニケーションを取ったりするっていうことはあるっていうことを最近言われる、うん、だから霊能者とか特別な力を持ったっていうよりか、もしかしたらこう体の、まあ、ホルモンや自律神経や、そういった脳の何か混戦状態、うん、もしくはこうプログラムミスとか、うん、よく事故をしてそういった経験をするようになったとか、うん、やっぱりそういうのはやっぱあるみたいですね、うん、でそういうので意外と持続しないんですよ。ああ、どっかでなくなるんです能力って。おお、そうみたいですね、うん、だから治るんですよね。治るっていうか、うん、うちの子供もそうやから。あ、そうですか。今もう40歳やけど、はい、あと中学高校生くらいまでは、うん、そういうものがよく見えたみたいですよ、うん、はい。でも今は言うたらそんなに見えない、うん、なんで僕も多分こう疲れてる時にそういったことになることはあるんで、うん、でもやっぱりね、疲れた時とか、まあ、すごく暑いとかすごく寒いとかすごく疲れたとかっていう時は、うん、すごくこの、意識が朦朧とね、まあ、要するに無意識に近い状態に近づくと、うん、でその時に自我がね、なくなるからね、いい作品が描けたり作れたり、あ、見えたりとか、あ、いわゆる本来の能力がそういう時に出てくる。それに近いですね、うん、あ、僕はドローイングする時でも向こうから人が来て今描いとる絵を見たい、 見そうやと、いや恥ずかしいからあの人がここへ来るまでに俺は描くみたいなことでやると、上手に描くとか何とかってもうそのものはもう飛んでってですね、車電池っていうことでガーッとやるとですね、案外いいものな。なるほどな。それは上手に描こうとかこういうふうに構成しようとかっていう、そのままもう頭の中から飛んでって、あの人がこっちに来るまでっていう。なるほどな。そういう時に無意識の状態に近くなっていいものができるっていう、そういうことはありますよね。そうですね。なんか即興演奏なんかでも、ああ、何のプランもなく、ああ、こうステージに立ってやり始めるんですよね。ああ、でも初めは考えるんですよ、すごく。そうですよね。考えて考えて、とにかく演奏音鳴らしてるとね、一瞬あれっていう世界が出てくる。ああ、だからトータル的にそんなにいい演奏しないんやけども、うん、その中の 2,3 分が、ああ、すごかったりとかね、はあ、なんかこうクオリティというか一番なんかボルテージというか上がってグワーっていい状態になる時もありますね、うん、
そういうのはこの一曲というか始めから終わりまでのどこかでそういうものがあるとするじゃないですか。はい、だからまあ例えば5分の中の2分そういうのがあったとかね。2分あったらいいな。1分とか。はい、それってさけど、まあ、この5分の曲の中の1分がここにあることによって、はい、これ5分の曲がすごく、はい、まあ、あの質の高いいい音楽としてなればね。だから過程があって、うん、プロセスがあって、うん、そういう状況があってでまた元に戻って終わると、うん、いいんじゃないですかね。あのね、即興をやってるミュージシャンなんかではね、やっぱりもう始まってからいい演奏する人もいるんで、うん、だからまあ僕らなんかまだまだこう考えてしまうんですけど、やっぱりなんていうかな、あの宗教儀式に似てる気がするんですよ、うん、あの憑依されるというか、うん、まあ、いわゆるあのチャネリングというか霊を下ろしてきてなんかこう喋り出すみたいな、うん、なんていうのあれ、口寄せというか、うん、よく自動書記もそうやし、うん、ね、うん、あのよくあの出口鬼三郎とか、ね、うん、あいた大本教の出口直さんやったっけ、うん、筆下ろしなんなんあるじゃないですか、全部こう自動書記でバーって書く、うん、あれもなんかちょっと似てるよね、うん、全く字が書けない人やのになぜか書けるみたいな、うん、だって音符とか音楽理論が分かってなくても何かいい演奏してるよみたいな、うん、だからちょっとそういうトランス状態に近い気がしますね、うん、か宗教儀式とかやっぱあの世とつながるような傾向行為というか、うん、ね、うん、それは多分画家でも同じような、うん、あの経験というかあると思うんですけどね、まあ、例えばあのドストエフスキーが転換症があって、うん、あの発作が起こって、はい、終わるまでの間というのはなんかすごくこう陶酔した感じでそうなんや、あの発作が起きてる間というのはもう世界のあらゆるものがこう統一して見えるというすごいですね。そういう状況になる人やったと。転換は大変ですよ。大変大変ね。僕ちょっと陶酔するものがあるらしいですよ。ああそうかもね。もうここの友達もそんなことです。そうですか。おかしい。もうあのついて保健室ずっともう一人で授業中にも行くんだけど途中で倒れます。ああ、はい、いや僕もちょっと知り合いの方が転換持ってて、うん、いきなり急ねあの、うん、発作が起きてもうみんなでこう抑え込んで、うん、もう口の中に手突っ込んでさ、うん、したかもとあかんから、うん、あれはでも大変でしたね。大変ですよね。怖い怖い、うん、だけど本人はトリップしてるんだとかね、うんうん、いや分かんないですけどね。それはドフトエフスキーだけかもしれないですけど、多分他の人もあるんだと思いますけどまあ引きな例やったらセックスのこのエクスタシーっていうか、うん、この最高にこう、はい、あのところへ到達するっていうか、はい、うん、それは震度とかそれはいろいろ人によって違うでしょうけれども、あの時、まあ、男よりも例えば女性の方がそういうものは高いのかも、うん、高い深いっていうのがあるかもしれませんね。そういう時に何か多分このあるんだと思いますけどね、うん、よく死とセックスは似てるって言いますもんね。あ、そうですよね、うん、だからよくまあね首吊る人とかでもね、うん、やっぱり全部こう出すじゃないですか、うん、おしっこから、うん、体のもの全部なんか液体のような体液のような体液だから出ちゃうってことですか。 それほど気持ちがいいっていう話を聞きますし、うん、失神でもね、うん、気を失う時でも気持ちがいいっていうし、僕もいっぱいんだけど、ね、そういうことはあったんですよ。あ、そうなんですか。それはそのセックスとかそんな関係なかったんだけど、うん、要するに僕はお酒弱いですよ。お酒飲めないっていう。僕もあんま飲めないです、うん、けど飲んだりするとすごく赤くなって、うん、あの酔うんですよね、はいはい、でトイレ行きたくてふらふらとトイレ行ったら、あのどんな状態やったかな、
まあ、なんかもう体中がこう浮遊するようなまあそのセックスの時のお酒でエクスタシーのような、そんなようなものがファーッと出てきて、で、あのそれ多分3秒4秒5秒トイレのおしっこするしようと思ってトイレ行ってそういう状況になったんですよ。なんか、ね、トイレを催すというかすることってすごくこう無になるというか開放的なんでしょうね。でその、まあ、だからこういう家の便器じゃなくて野原で空とか広いとこ見て放尿するとすごく、まあ、リラックスするというかなんか解き放たれた感じ。熱がそうとさ、うん、そうね、一休さんすげえ、うん、でそれを何かちょっと僕よくわかんないですけどその一休さんがまあ地蔵菩薩なんかなわかんないですけどお地蔵さんに前掛けあるじゃないですか、はい、あれ一休さんの由来なんですって。ああそうですか、うん、赤い前掛けみたいな、うんうん、そういった伝説があるんですよ、はい、だからおしっこをしてる時って何かあの世とつながってる可能性はあるかもしれないですね。そうでしょ、うん、だって入婚式がそれで成立するわけやからね、うん、だからなんかこう出してるというかまあ射精もそうなんやけど何かこう自分の中からこう放出する瞬間の時っていうのは何かいい、うん、何こう波動というかチャンネルが合うのかもしれませんね、うん、それは鈴木さんがおっしゃるように、まあ、僕が経験したのはそういうことがあって、うん、でそこで倒れて、はい、そしたらその倒れたんですか。はい、あとこの水洗トイレですか水がある程度入っとるじゃないですか、はい、その中へこの手がね、はい、ジャボッと入ったんですよ。あ で目覚めましたんですよ、ちょっとあの世に行きかけたんですね。だからあれこのジャボンと入らんだらジャボンと入らんだらいいって言ったかもしれませんよね。でその時思ったのは死ぬ時はこういう感じかもわからんなと。なるほど。いうふうには思いましたね。だから、うん、いい気持ちのもんだよなと、うん、いうふうに思いました。その時どういう状態だったかというと酒が多分飲んでんですよ。血管が大きくなって血圧がスーッと下がってたんだと思います。だから低血圧状態になって倒れたと思います。なるほどな、あるよね、あれお風呂から出る時とか危ないんだよね。危ないですよね、うん、冬は特にね。ああ、なんかさっきの方で一休宗純かあの人のなんかあれ誰だったか水上勉か何かがね結構真面目に一休のその本を書いてるんですよね、うん、でそのなんとかっていう一休さんには女性がいてその女性の匂いは水仙の香りがするとかって言ってですね。おしっこ？いや女の性器その一休さんの水仙の匂い。そう、でもほとんどん、まあ、知らんけど菜の花の匂いとか言われたらやや似とるかなとか思いますけどこれ収録してますけど大丈夫ですかねそれちょっとなんかすごい変態の会話みたいになってしまう。あでも一休さんはそって言おっしゃってる。あ一休さんはそって言ったんですよ。水仙、一休さんは水仙。鈴木さんは？僕は菜の花にそういうものを感じますね。だからその何て言うか、エクスタシーとか陶酔に通じるものとして匂いではこういうものとかですね、音やったらこうだとかですね、あるいはその、まあ要するに五感触られた時になんか足の裏コソコソされたらいい気持ちっていう人もおりますし、いろいろあるんですよね。だからその陶酔状態になる五感というのはどことどんなようなものがあるかというのをいっぺん大岡さんにまとめてもろて。いやいや、まとまらないですよそんな。いや、まあこの触覚触られてそういう状態に近いのになるのはこういう部分とこういう部分をどんなもんで触られたらこうなりやすいかとかですね、音だったらこういう音を何分ぐらい聞くと。あのね、うん、な僕はあんまり信じてないんですけども、はい、幽体離脱を
誘発する、うんうん、CD があります。ほう、一回流行ったんですけど、何やったかな、名前ちょっと忘れたけど、その CD を聴いてると幽体離脱状態になって、うんうん、っていうやつがありましたね、うん、名前忘れたな。だけど僕はあんまりそれはね信じてはないんだけど、でもみんなそういった経験したことがあるっていう人が多いですけどね。 ありそうやと思いますよ、音でね、はい、見る 目でもあると思いますよ。あ、そんな男の裸や女の裸じゃなくても、あ、いやいや、要するにすごくアーティスティックなもので、あ、うん、あるだろう、すごく統一された状態のものを見たとするとですね、そうですね、うん、僕の知っとる瞑想をやってる先生がいまして、うん、でその、まあ、お弟子さんの話でね、うん、その人が初めてあの瞑想を始めた時に、うん、初め疑ってたんですよ、そんな瞑想なんて、うん、これどうぞ、ありがとうございます、はい、で何かそのね瞑想状態に入る時、いわゆるその人はそういうことはあんまり信じてはなかったんですけども、うん、なんか伝授みたいなのがあって、伝授、伝授、瞑想にうまく入れるようなとか、うん、でそれをなんかマスターのね、いろんな今までの歴代のまあインド人というかマスターの写真がいっぱい置いてある部屋で、なんかこう言霊みたいなことをこう後ろで言われて、で幾何学的なあの三角形がいっぱいこう並んでるような曼荼羅のなんかこう絵を見せられるよね、その絵を見た瞬間にスコーンって入ったって言ってましたね。あのうちにもその幾何学的な曼荼羅の絵はありますけど、うん、僕はそれ見てそんな状態になったことはないですけどね、うん、でも何かそのタイミングでそれを出されるとふっと入るらしいです、ね、うんうん、あとうちの、まあ、患者さんでちょっと心臓悪くして、うん、であの被災の国立でね、結構長い間、心臓の手術されたんですよね、うん、心臓出して取り出して、ほうほう、でなんかこう洗うというか、うん、で、うん、そこで、まあ、長時間手術して、まあ、入院もしてたんですけども、うん、まあ、同じような手術をした方たちがやっぱいるじゃないですか、うん、病棟っていうのは、うん、で大体話聞くと、うん、みんなその手術中にお花畑を見るらしくて、うん、でやっぱ気持ちがいい世界をね、うん、経験するらしくて、うんうん、そうなんだと、やっぱこう心臓を取り出すわけやからね、うん、だからオランダなんかではああいったハードドラッグ、いわゆる麻薬に行かないように大麻が解禁されてます、うん、ああそうですね。であと今、カナダやったっけ、スイスか、あ、カナダやったっけ、解禁になったでしょ、解禁になったっていうの。でアメリカの中でも、まあ、州によってね、うん、医療として使ってるし、もともと伊勢神宮も伊勢大麻なんで、うん、本名が、本名っておかしいな、もともと名前がね大麻、伊勢大麻って言って伊勢、うん、で、お祓いの時にこうねバサバサってするじゃないですか、はいはい、白 らしいね、あれは大ぬさって言って、うん、大きいにあさって書くんですよ、だから大麻って書くんですよ。おだから古代日本っていうのはやっぱりこう大麻があることによって、はい、神事があり、はい、で服を作り、はい、で神様にこう、うん、捧げるというか、はい、でそれをまあもちろん吸引することによって何か占いをするとか、うん、であと日本神話で、ニニギの御事とこの花咲く愛媛の物語があって、まあ、天孫降臨、九州の、まあ、平田で神社があるところですね、うん、あそこに、まあ、天孫降臨、まあ、アマテラス軍がやってきはって、ニニギの御事の軍隊がやってきて、うん、町をこうわーって歩いとったら、この花咲く愛媛を見つけるわけですよ、うん、でこの花咲く愛媛がめちゃくちゃ綺麗やったもんで、うん、まあ、ナンパしたわけですね、うん、でそれで結婚しはったんですね、うん、でこの話こう前でしたね。でその時のそれでこの金作愛媛がまあまあ、うちにいて、でニニギの御事は戦争に行くんですよね、うん、でその間に
帰ってきた時にお前浮気したやろと、うん、あの妊娠したもんでね、うん、いや違いますと、これはニニギ様のお子様ですって言って、うん、いや俺のもう俺の子供かどうかわからないじゃないかと、うん、で出産の時に出産するねこうお家を火を放つんですよね、ニニギ組ごとが、うん、でもし俺の子やったら生まれるはずやっつって、うん、ほんでまあ無事にこの花咲く姫は赤ちゃんを出産するんだけども、うん、これはね残酷な嫉妬心のある物語ですけども、うん、実は、考古学的に、うん、そういった縄文とか弥生とかの、まあ、遺跡を見ていくとですね、どうもそのお産する部屋というか、まあ、に大麻をいっぱい焚いた、うん、形跡があるんですよ、うん、それは赤ちゃんを産むときにたくさん煙で大麻を焚いて、うん、それを吸引して痛み止めにして出産したんじゃないかっていう説があります、うんうんうん、だからニニギの御事は嫉妬して燃やしたわけじゃないというか、うん、そうそうそう、そんな話、まあ、僕の友達の言うのはこのごまを炊くとかあるじゃないですか、はいはいはい、宗教の時に、はい、密教ですね。でまあみんながこう信者さんがいて、うんうん、でやっぱりそのごま炊く時にその大麻とかそういうふうなものが入っとると。でその煙を、うんうん、まあその来た人たちがみんな吸ってね、やや陶酔した状態になってありがたいと、うん、なるほど、いうふうなことはあったはずや。なるほど、あはずやか、はい、だいたいでもごまだけってすごい煙ですもんね。すごい煙、あの中にまあ香木というか香りの木も入れれば、うん、まあ、そういう大麻のような、まあ、ものも入れると。なるほどな、うん、まあそもそも江戸時代、ごめんなさい、お酒ができたっていうのはもう縄文土器があった時からワインは作ってたらしいんですね。あ、お酒はあったらしいんやけども、うん、でもやっぱり大麻文化だったと思います、うん、古代は、うん、でやっぱり戦後マッカーサーが来て、禁止にしたと。あ、だからあちゃこちにも大麻はされてた、うん、入ってたんですよね。あ、そうですよね、うん、だけど今なんか今年からその伊勢神宮で大麻を育てても構わないという許可が下りたとかで。そうなんですよ、あれっていうのはその神事に使うというのはそのさっき言われたようなこう振ったりするのになんかこうお話違うかな。それだけじゃなくて服が全部大麻なんですよ。服は、ええ、宮司さんとか神主さんの帽子から服から靴まで全部大麻なんですよ。なんか真っ白な綺麗なもの着てますよ。そうです。だけど本当は四国の方にね大麻のね、産地があるんですよ。これは三木家っていうですね、うん、三木っていう人の家系がその大麻を育てているっていうか、うん、まあ栽培しているもう古くからの、うん、まあなんていうか、うん、まあ家系ですよね。うん、でそれがね。やっぱり天皇家とかそういった神事家かなんかあるとその三木家の人たちが大麻でこう色を作ってそれをわざわざまあ、京都の御所とか、まあ、皇居までこう運んだという、うん、だけど今は宅急便で送るらしいですけどねだけどこの前式年遷宮があったじゃないですか。うん、であれでもね結局大麻の、こう生成するのに足らないんですってやっぱり大麻草が日本には、うん、だからほとんど中国製なんですって、うん、でそれで、まあ、神社長が、うん、日本の神事をするのになんで中国から中国の大麻を使うんだとおかしいやないかっていうことで、そういうことに踏み切ったみたいな、うん、神社長がね。そうですか。いやこの間その神田目祭というのに行った時に、神田目祭じゃなく すぐこの間行ったんです。やっぱりその直樹さんこ参拝する賽銭入れる
すぐこっち側に左側ですね、なんかこの社務所のような小さい建物があって、はい、そこに男の人が、うん、白いこういうかぶり物と、はいはいはい、この肩の張ったようなね、そう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 、ものを着てて、うん、あシンプルで美しいなと思いましたけど、うんうん、つくづく美しいなと思いました。そうですね、あれ欲しいなと思いましたけど、あれ太陽にこう透かすとすごく綺麗に輝く、光って見えるんですよね、うん、ぼやーっと、あー暗闇でもね、なんかぼやーっとこう光るんですよね、うん、でそれは、絹とかそんなんじゃなくて大麻が入ってるのかな、はい、朝ですね、だから朝って書く神社が、朝やな、うん、多分、多分じゃなくて伊勢神宮行くまでにね、朝栽培していたとこと、それを作っていた神社が2つぐらいあったかな、うん、串田川を渡って、うんうんうん、しばらく行って左の方へ入ると、その伊勢神宮のための織物をしてる神社がある。名前今出てこへんけど、小難しい名前ですよ。そう、あれそうです。あそこ2、3回行きました。奈良に大麻寺とか字はちょっと違いますけれども、でも朝中字ですよね。まあ、やっぱ朝はやっぱり宗教と、なんか当たる中字かな、タイは、うんうん、行きました、行ってきました。いいお寺でした、すっげえいいお寺です。赤い朱塗りの、でもあんないやらしい朱色じゃなくて、すごく美しい朱色でした。朱っていう色もあれは魔除けになってるんですよね、もともと多分、それもモーセの時代から、うん、玄関をさ羊の血で、塗っておくことによって子供が災いに遭わないっていう、そこから鳥居っていうのが多分来てるんじゃないかっていう。鳥居っていうのは、まあ、神社の入り口っていうか、ここから結界、神域みたいなところに立とうじゃないですか。そうですね。そういうのもあるけれども、温泉、いわゆる源泉っていうか、ここからお湯が、この噴出しているという、はい、そういう源泉を祀るために簡単な鳥居があったりとかありましたですね。日本はやっぱり神様というよりか地震を祀ってるみたいな、うん、地震を封じてるような感じですよね、神社の位置を調べると、だいたい中央構造線沿いでしょう、こうずっとね、鹿島神宮から阿蘇大社、なんていうのあれね、九州まで、浅間阿蘇っていうのはだいたい、大岡さんの言うサンロードじゃなくて何でしたっけ、そうそう、太陽の道な、太陽の道、レイラインって言うんですけどね、レイライン、うん、そう、レイラインってね、あれなんやろな、日本語なんかな、外来、なんか海外ではあんまないですけど、レイラインって、でも環境音楽としてすごいなかなか素晴らしい音楽になる。いやいや、環境音楽に入らないと思うんですよ、ちゃんとした曲になってることが多いんで、まあでも、聞いててすごく、落ち着くっていうか、いい音楽やなと思っていつも聞いてますけどね。でも今回の CD の方がね、だいぶシンプルです。あ、そうですか。ゆったりとしてます、で1曲目だけちょっとこうノイズっぽいというか、ガー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 言ってます。あ、そうですか。だからもし明日現代美術館の服部館長にお会いしたら、うん、1曲目だけはうるさかったらスキップしてねって言っといてください。1曲目がええって言うんじゃないですか。なんかその人に嫌われるんじゃないかなっていう。なんでそれを1曲目に持ってこられたんですか。いや、もうこれは僕の一つの勝負で。ああ、勝負でね。うん、なんか勝負曲です。勝負っていうかね、まあ、いわゆる実験というか、曲順って結構あれ
考えられるでしょ。とはね、これ一番最後に持ってくるはずなんですよ、はい、1曲目はね、僕は今回、うん、あの1曲目にしたやつは最後の方に持ってきてあるんですよ、うん、あの普通配信してやるやつはね、はい、先にもダウンロードできる、うん、でもやっぱりこれはね頭に持ってくるべきかなと、うん、CD では、はい、うん、だから結構ガーガーうるさい感じはします、うん、あとはもうみんなふわーっと、うん、あ、そうですか一曲目あの世の世界のコンセプトみたいなのがありますかね。ないですか。あのね、1曲目はねメタリアルマーケットって言って、はい、いわゆるまあこれはね、うん、まあ、我々のこう、まあ、鈴木さんも携わっている資材というか建築素材というか、はい、我々のこうなんていうの、生活しているところの、はい、生活しているところの、まあ、建築素材とかあるじゃないでしょう、うん、あります、まあ、そういったホームセンターですよね。ああ、でそこが、うん、フィールドレコーディングしてあって、エレベーターの音とか、それから台車の音とかがガタガタガタって、そこからこうノイズがグワーって入ってくる音になってますね。だからやっぱ非常にこうメタリアルというか物質的なマーケットっていうかね、うん、そこから現実世界から一挙にあの世に突入していくっていうか、ほんで2曲目がアンダーウォーターって言ってもう水中の中なんですね。だからあの島、伊勢志摩の方なんかはやっぱあの世はみんな水の中、海の中にあるっていうんですよね。あの世はね、あのね、やっぱ浦島伝説というか竜宮城っていうか、なんか僕はあのね、あそこの、伊沢屋の宮、うん、伊沢屋宮って伊蔵宮ってあるじゃないですか、伊勢神宮の、うん、伊勢神宮の内宮と下宮があって、うん、伊蔵宮っていうのがあるんですよ、うん、あの伊勢志摩に、うん、そこの、資料館というか館長さんと一回話したことがあるんやけども、うん、なんかやっぱり海から来たらしくって、うん、神様っていうか、まあ、アマテラスか分かんないですよ、うん、でやっぱいろんなその海で働いてる、まあ、いわゆる漁業の方とかね、漁師の方とかやっぱりあの海女さんとかで海の中で死にかけた人って結構いてて、やっぱりそこで神様というか、あとね竜宮城みたいなのを見たことがあるっていう人がいっぱいいるんですって、うんうん、だから僕はそのアンダーウォーターっていうのはそこから来てるんですよ。実際その、 あの水の中、そうです、これイメージした曲っていうこと、ね、いやだから映像で僕が水の中プールの中潜ってその女の女性をこう、うん、撮影するっていう映像の音楽ですよね、うん、の音楽、そうです、2曲目が2曲目が、うん、まあ面白いですね聞けばこれは水っぽいなって分かりますか。いや、まあどうなの、そういう感じじゃないと思うんですけど、あんまりこう映像に合わせて水っぽくするって、うん、白々しいじゃないですかそりゃそうです、こうブクブクとかするのもねつきすぎやわね。そうそう、だからそうじゃないですけど、うん、でもあの時のインスタレーションではあの水の中、水中の中とか海の中にはあのそういった神の世界があるんじゃないかっていうことを多分、キャプションには書きましたね。ああそうですか、伊勢志摩の伝説でって言って、だから結構僕の作品っていうのはこう女性がなんかこう戯れるというか、なんか脱ぎ捨てていくというか、殻を破っていくというか、うん、ちょっと苦しんでいるとかそういったなんかものの表現が多いですよね、うん、今までの映像の中で作品としては、うん、3曲目は何があったんですか。3曲目はね、あのブラッドカラーって言って、この前2018年に、うん、映像やった血液の模様ですよね、はい、あれの音楽ですよね。館長さんも言うけど、あれあのアートフォーラムの時に出てたんですか。あ、そうです、そうです、ね、でなんかね、あれもね不思議とね、
みんなちょっと苦手やっていう人いたんですけどもね、なんか印象的みたいですね。いや、なんか名張のね、なんかご夫婦はね来ててね、うん、僕知らない人ですよ、うん、僕の映像のところでずっと音聞いてたので、あ、珍しいなこういう人と思って話しかけたら、うん、なんか泣いてるんですよ、うん、2人が、うん、で、どうされたんですかって言ったら、うん、この映像と音楽を聴いてたら、うん、なんか自分の息子さん亡くなられたのかな、うん、自分の息子さんがなんか病室で、うん、ちょっとこう手当てというか、手当てっておかしいな、うん、入院してる、うん、なんかそのこと思い出して、うん、あの音楽とね、うんうん、でそれで思い出しましたとか言って、はあ、うん、あ、そうですかとか大変でしたねとか言って、そういう何かこうあの世とこの世の、うん、なんかこうこと言ってましたね、うんうん、で CD 買っててもらいましたけども、はあ、うん、だからなんかこう人によって何か受ける印象って人それぞれ違うじゃないですか、うん、で人の人生って僕も分かんないですけども、うん、何かそこにギュッと引っかかるものってやっぱりあるんですよね、うんうん、僕もそういうつもりでは作ってないんですけど、うん、何かこう作ったものに何か引き寄せられるものの感覚っていうのが、うん、もちろん鈴木さんの絵の中にもそういったものがやっぱりあるんやろな、うん、僕らやっぱ子供の頃この風邪ひいて高熱が出るとですね、なんかその火の炉のようなところへ吸い込まれていくようなね、そういうことが、まあ、あの例えばあれ37、8度とか40度近い熱が出るとそうなりますね、自分でも嫌やなと思いながら寝てますけどね、僕あれあの今でも思い出すと怖いけど高熱出すと象に踏まれるの。そうですか、うん、もう前世かなとか。え、いや分かんないですよ、うん、なんか変な記憶か分かんないです。象なんかいないじゃないですか日常的に。いない。お象にね、そう、子供の頃のあれ。あ、そうなんですよ、うん、それが何回もあって、はあ、もうすごい嫌で、うん、嫌なもんですね。ああ、すごい嫌な夢です。夢っていうかうなされるんですよ、うん、僕はまあ炉のような、ま、真っ赤に燃え、真っ赤じゃないね、まあ、本当になんかもう800度とかもうすごい、その火炙りかな、そういうところ吸い込まれていくような感じですね、廃火教ですね、はい、ゾロアスター教みたいな。だけどまあ高熱が出てそういう熱い火の中に吸い込まれていくっていうのはまあ、すごくひっついた話でよう分かりやすいですけどね。で、まあ、そういう時にこう過去の記憶とかそういうのがもしかしたらね、うん、見えてくる場合があるのかもしれませんね、うん、でも幼児の頃の思い出っていうのは余計ありますよ僕は。うん、母親に連れられてね、この、畑とか田んぼとかのいわゆる野中の道をね、あ、歩いてて、で、うん、夏で、まあ、結構暑い日だったと思いますけれども、白い砂利道がずっと続く中を母親と杖を引かれて歩いてて、うん、そしたら大きな蛇が道いっぱいにこう出てですね。蛇、ええ、で何蛇なんやろね。だいぶ大きな蛇でしたでしょ。青大将。青大将でしたね。1メーター50ぐらいはあるようなものですね。で、まあ、子供心にこれは母親をかばって助けやないかんとかですね、そんなようなことをこんなちっちゃいのにすごいね、思ってですね、うん、まあ、母親に手を引かれながらだけども、ややかばうような意識で、ね、そこを通ったという思いがあったりとかね。今市の子供ではあまりありえないことですけどね。そうですね、キャーみたいな感じですけど、虫怖いみたいな、あ、そんなんとかね、なんか母親がその戦後すぐにその物の食料の少ない時にね、持ってきた自分の着物とかを持って、うん、そのお百姓さんの
家に行ってさつまいもと変えてもらって。え、鈴木さんって都会の方ですか？いや、都会じゃない、あの松坂の、 あの母親は船江っていうところがあって、要するに河合町って、もうちょっと行くと河合町っていう、あの大橋のあるところですね。ああ、言うてましたね、あの松坂の、なんだっけ、あそこ、はいはい、うん、ちょっと思い出せやな、うん、それでなんだっけ、あのそこの出でこちらへ嫁いで、ほんでその戦後物のない頃に着物とさつまいもとを変えてもらって、うん、それを乳母車へ積んで、その上に僕を乗せて、うん、家へ帰ってくる、うん、でその途中で乳母車がひっくり返って、うん、それで溝へ落ちてんですね。あらら。で私がその妹乳母車の下敷きになって、うん、その溝っていったって、まあ、そこそこ大きな、うんうんうん、溝ですけど、まあ、乳母車が全部ドボンと張っていくぐらいのところですから、そうなんですね。僕はその妹を背負ってその中へ使っとるっていう記憶が あるような気がする。何歳くらいなんですか、それって。それで母親に言わすと、まあ3歳ぐらいまで。すごいな、また、えらい時代ですね。でその時のその息苦しさとかそんなんを覚えとるっていうのはおかしなもんやなとかですね。何かまあよくね、東京の方とかがね、まあ、東京大空襲というか、うんうん、ね、関東大震災もそうかもしれんけども、ね、自分の家財をね、はい、田舎へ行って売ってとかいうことはよく聞きましたよね。そうですよね。蛍の光みたいなね、はい、アニメのジブリの映画でもあったけどね。なんかその本来記憶のないような年の、その起こった事件見えた、そういう強い印象のものは、うんうん、体で覚えとるという感じがしますね。なるほど、はあ、記憶、はい、ですからその自分の育った家とか、うんうん、そんなのでも幼児の時に家のあの大黒柱のあそこでとかと、そんなのも、まあ、なるほどな、覚えとるとかですね。あ、それはあるな、ええ、僕昔のうちとかは、ええ、なるほどね、はあ、でもやっぱりそういうものの積み重ねで現在があってですね、自分の感性とか何とかっていうものが、まあ、言い張りは別にして独特のものがそれぞれにあんねやろなという気がしますね。そうそう、そうなんですよ、僕ちっちゃい頃から、うちのおばあさんがね、まあ、これは音楽の先生やったんですけど、小学校の、まあ、その方が中学小学校の、小学校で、まあ、白塚小学校の音楽の先生で、まあ、戦争を経験してるんですよね。で、まあ、堤防あたりを子供連れて、生徒連れて歩いてたら、まあ、空襲にあって、子供たちが全部じゃないか、まあ、何人か、銃撃されて、まあ、そんな話を、まあ、一般聞かされるんですよ。あ、小学校の低学年ぐらい、うん、でその時にね、死ぬって何なのっていうことにこう疑問が出てきて、死ぬって何なの、死ぬって怖いっていうことにとらわれてしまったんですよ。おばあちゃんがそういう話ばっかするから。でうちの母親に言っても、うん、そんなん分からんとか、うん、父親に言ってもそんなん知らんとか、うんうん、でいや死ぬの怖い怖い怖いって言って、うんうん、ちょっと多分睡眠障害になってたのかな、うん、でおばあちゃんからなんか睡眠薬の4分の1ぐらいこれもらって、うん、これ飲んで寝なみたいな、う
そういうこともあったんですけどね。でまあもうそういうこともちょっと落ち着いてきたんですけど、ちょっと死ぬことがやっぱ怖い怖いって思ってた時にね、まあ、まあ前もちょっとこうスターウォーズの話しましたやんか、はい、あの SF 映画のね、まあ、当時 SF 映画がまあ小学校4年生か5年生4年生か、はい、あまあいわゆるまあ神話パターンっていうかね、はい、まあ後から僕はそれ気がついたんですけどね、はい、あのジョセフ・キャンベルっていう人の、神話の力っていうのを NHK で見たんですけどね、はい、まあ、それはまあ後の話なんですけど、はい、でそのスターウォーズのシーンでこう星がねクワーってこう向かってくるというかワープをするシーンがあるんですけどね、寝る時にね、うん、怖いもんで死ぬことが、ちょっとイメージしたんです僕はって自分の中で、自分が宇宙におってなんかこう、乗組員というか、それをこうイメージしながら死ぬの怖いけど、まあ、こうやってイメージしてたらある時ですね、こうなんか渦みたいなものがこう見えてきたんですよ。目つぶってるんですよ。でも意識はあるんです、うん、あれと思って、その渦がですね、まあ、いわゆるこうワームホールっていうかね、うん、描いてずっとそのトンネルに入ってたんですよ、で、ああトンネルの中張ってたとか、ずーっとこうトンネルをずーっと入っていくんですよ、おお張ってた張ってたって思ってたら、あのねすごくこう綺麗なね、ちょっと薄暗い黄金の世界みたいなのが、光がクワーってやってきたんですよ、でその時に行きあまあ、突き当たりというか行き止まりなんやろね、のとこに大きな壁というか、まあ、ちょっと暗い黄金の部屋があって、うん、そこで低い声で、うん、死ぬことは全然怖くないよって言われたんです、うん、その言葉がバーッとこう自分の腹に入ったのか、うん、それから全然怖くなくなったんです、うん、でその時、今どうですか。今は怖い。まあそうだよね。で一応その時にまだ、うん、記憶っていうかこう、うん、夢の中ではなかったんで、隣におばあちゃんがおったんで、うん、こう起こして、うん、死ぬことを全然怖くないって言うとるっつって、うん、あんた何言うとんのみたいな夜中に、うん、あれは不思議な経験でしたね。そういうことがあると、なんかこう、今まで怖いと思っとったんが、そういう人に教えられたんじゃなくて、なんかこの説明なんかないんですよ。説明ないね。一言それを言われただけで、うん、全部こう何か自分が今まで背負っていった悩みとかそんなのが全部吹っ飛んで、そうやね。でもそこから明るい子になったんですよ、うん、今までずっと悩んでたのは、うん、でね、それってせやけど大事な経験やね。まあそういうこともまああるんですけども、これをまたこう分析していくとですね、うん、また、まあ、ある人がね、まあ、ある人が、まあ、これ本読んだんですけどね、うん、小さい頃にねお姉ちゃんとこう歩いてたと山を、うん、なったらあのね危ないっていう声が聞こえたんですって。どこからともかく、でハッと思って気がついたら上から落石みたいなこう岩が落ってきて避けたんですって。ほんであの時の声って一体何なんだろうって思ったんですって。でそれから大人になって自分がなんか病気になったんかな、うん、で手術とかしてもう命が危ないっていう時に、なんかこう幻覚というか夢を見たんですって。ほんたら山が見えてきて子供が2人歩いてるんですって、うん、ほんたらよく見たらお姉ちゃんと自分のちっちゃい頃だったんですって、うんうん、でそこから岩が追っていったもんで危ないって声かけたんですって、うん、えそれどういうことやろ。だから結局声かけたのは時を超えて自分や、ね、自分やったの。不思議な話やねそれ。面白いでしょ。面白い。だからもしかしたら僕もこれ何か将来的に自分に死ぬことは怖くないよって言うのかなって。そうか、わかるんですね。なんかそういうことを考えましたね、うんうん、だから神様の声とか自分を超越したとか人間を超越したものが存在するっていうこともあるんやろうけども、うん、もちろんこの世界を創造した、ね、ものはあると思うんですが、
何かやっぱこう人の個人的に助言というかメッセージを送ってくるものってもしかしたら、うん、過去や未来の自分なのかなみたいな、うん、こともありえるのではないかみたいな、まあ、不思議な話ですね。でしょうね、面白いでしょ、うん、そのこの声がさ、うん、なんやろな、本当に普通だと女神様みたいなね、女の人がさ、うん、怖くないですよって言ってくれると優しい感じはするんだけども、うん、その男の人の声もね、すっごく優しくて、うん、低い声でね、死ぬことは怖くないよっていう声がストーンと入ったんですよ、うん、その経験はやっぱり一番記憶に今でも残ってるんで、まあ、そういうものも何か音楽と、うん、いや関連してるのかなとか。そうそうじゃないですか、うん、多分そうと思う。そうそうそう、僕はで子供の頃ね、まあ、かなり幼児、その幼稚園は行ってないですけど、まあ、幼稚園くらいの4歳前後の話だと思うんですけど、ね、はい、話なんですけれど、はい、まあ、親にやっぱり自分は牧場で牛とか馬とかがおって、うんうん、その牧場主みたいなことで、それを仕事としてするような夢こと、夢じゃなくてかなりはっきりそう思ってましたですね。どういうこと、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 幼稚園の時に、まあ、4歳くらいの頃に自分は将来ですね、どういうことをしたいかと言うたら、広い牧場で、うんうんうん、馬と牛のようなものを飼ってね、はい、生活したいというふうなことをずっと子供の頃思いました。で、今でも牛や馬を見るとすごく親しみを感じて、じゃあやっぱりそよね、絵が、はい、そうですもんね。牧場やってたんちゃいますか、昔。昔わかんないですけど、うん、その前世とかもしあるのならばね。つまりどういうことかというと、うん、そういう幼児の頃の自分のその、したいことっていうのが、うん、今も変わらないというか、うん、全然発展もなければ何もない、うんうんうん、なるほど、そのままのものがずっと残っとるっていう、それ結構僕もね、うん、よく僕の家に遊びに来る人が言うんやけど、うん、僕の家部屋って何か祭壇みたいになってるんですよ、うん、祭壇神様みたいなのが飾ってあって、うん、仏像みたいな、でそこでろうそくと か、うん、なんかドライフラワーみたいなのがこう祀ってあるというか、僕気が付いてなかったけど、うん、なんかお前のところってなんかこう祭壇みたいになってないってなんか言われたんですよね、若い時。若い時、20代。それでその音楽のその機械が並んどるっていうこととは違う。スタジオもね、スタジオのところにもう誰かがなんかチベットとか行った仏像とか置いてあって、そこにこう祭壇みたいになってたりとか、だから昔僕はもしかしたらそういったお坊さんというか、うん、その神職者っていうんですかね、うん、そういった職業だったのかなって。そうかもね。寝てる部屋 の枕元とかもろうそくがバーって並んでて、うん、キリストのこう絵とかいろんな仏像とかがこう後ろにバーって頭のところに、うん、部屋が、ああ寝る寝室も、寝室も、今でもおで、ろうそくっていうのも最近はさ LED って言って、うん、まあ、電池入れるとろうそくの揺らめきみたいなのあるじゃないですか、うん、あんなんがさ、うん、20個ぐらいこう並んでて、今もこれおかしいな、幻想的な風景やねそうそう、だから、うん、なんかさ自分でも寝とってなんかこう棺桶というかさ、うん、なんか亡くなる寸前みたいな感じのそうそう、もう僕はね全然知らんけれども、うん、全然知らんっていうのは俳優さんで女優さんなんだろうね、秋田の出身で、はい、ダン・ミツっていう人がおるんですよね。そのダン・ミツのダンは趣味ダンのダン、あるいは祭壇のダンというか、そのダンらしいです。なるほど。でミツは般若波羅蜜多の三つらしい。なるほど。そんな名前を付け取るのが